やばいやばいやばい <laughs> 若様の若様の評判が <laughs> <laughs> ああやばい好きになっちゃう笑顔が怖い人この人以上に知らないかもゴミを見る目をしてないかはいどうもアニメラクターの財前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います今回見ていくのは逃げ上手の若君第10話見ていこうと思います はい。というわけで始まりました。逃げ分かですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、前回の休憩を挟みまして、さあさあさあ、今回からまた続きですね。えー、前回は召喚を倒しまして、まあ倒したと言っても、まあ打倒はしたんだけど殺しきれてないところではあるわけなんですけれども、とりあえずね、まああの領地を守ることによって、吹雪をこう、牢刀に引き入れることができましたよっていうところなので、吹雪が牢刀に入って、さあさあさあ、今回またどうなっていくのかっていうところですね。まだね、あのエンディングに言てるマロさんが出てきてないので、 まあ、ラストのボスとして、マロさんが出てくるっていう流れになるのかな。注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さて。おああ、亡くなった方たちか。まあ、そうよな。わあ、手がかじかんでる。そのくらい手厚く。 うん。ああ、そうね。失うものも。うん。 あら。あらあら。あらあらみんな。ねお父さんお母さん殺されちゃって。おああ、見えない。未来が。見えない木。み。 うん。ああ、なるほどね。確かに。あると思うからある。そんなのがあるのあら、なにああ、力になれると喜んでおられる。はいはいはい。頬ずりかな 神秘そんな神秘がさあでもいいね恩返しもできるねまた火をつけてくれたさあ ささてさてだよねだからここに出てくるここに出てくるよね高潮の人もいるそうこの人はねまだ出てきてないもんね、oh、<God. S 1> さあ残り3は晴れた色々」 いいなあ。このオープニングもあとこれ含めて3回。寂しいんだけど。あと3週で終わりか。てか今週くん、今週覗いたらあと2週か。あと2週間で僕は若様と会えなくなってしまうのか。とても寂しいな。この物語はすごい勉強になるから、追いかけたいなと思っているわけなんですけれどもね。うん。中途半端なところで終わるのは歴史の教育上良くないから次、続きも楽しみ。すんげえ噛んだわ。 はい、というわけでいきましょう。何だろう神秘そんなものがあるのぎ。うん。おなんだ直球で言えないうん。ああ、うなぎ。ああ。はいはいはい、取ってきた。ああ、ちょっと。 隠し事が苦手な <laughs>。かわいい。あ、うなぎが。うん。え、き、あ、危ねえ。まじ<ジ>まあ。うなぎは結構神秘だよね。割と。<laughs> ああ。すごい。 贅沢に。力が未来は未来はあやこちゃんたちが取ってきたうなぎは戻らないんかい。<laughs> 餃子ニンニク。おあははははうぶきくん。うなぎを求めて、餃子ニンニク。 あらーん。うん、性のつく、スタミナ料理みたいな感じだ。すごいな。ニンニクが <laughs>、匂いにやられている。若様ああ、スタミナをいっぱいつける系なんか落語みたいになってるな食べたいもん集めてないあ、出た。わ。はいはいはい。ニコ装族。なあ,あとニコショウ族 うんあちょっといいあは <laughs> やばいやばい,やばい目覚めてるかもしんないんだあのちょっとあの静かにしてあげようあっの <laughs> すごいすごいすごいいや現場は見逃さないと思うけどさてよしえうん はいはい。うん。わら人形。みこに秘密。何あははは、<laughs> 汗ばんでるな。大変だな。主君をここまで <laughs> あ。あやばい、これ。ちょっと、やばい、ちょっと、これ見、見られていいのあち、ちょっと、ずっと、あ、や,や,やばいやばいやばい。やばいやばい。若様 あ、できたあ,あ、喜んでる。喜んでるけど、ちょっと、あのーちょ、周囲。うん。あ、やばいやばいやばい違う考えになってるあははやばいやばいやばいあはは やばい若様の、若様の評判が、すごい顔してる <laughs> あははあ、まあ、それはそう。なんか食べてる <laughs> あははあ、餃子ニンニク食べてる。<laughs> まあ、うん。うん。あはははすべてを諦めた顔している。まあ、仕方ないね。 ははははやばいやばいあやこ、あやこちゃんがついて来ようとしちゃうかもしれない。大丈夫かなははははははまあ、まあ、よりしげ視点で見ても。はははうん、不可解んなはは すごい。めちゃ怒ってる。めちゃ怒ってる。<laughs> ま、逃げて興奮する変態だからな、若様は。あと一つ。一里。山道一里って結構凄そう。マジ信用ならないな、マジで。<laughs> うん。ああ、そういうこと。本命がそこなんだ。落語みたいだな。そうね、ド変態の称号もいただいたし。うーん。ま、あそこはね。僕、なん視聴者視点で見たらね、あるけど。 うんお誰だしずくちゃんすずラキラしてるわお光ってるなんの光、かわおかぐらかぐらまえ。神楽神楽前 すごい。うん。この子もなんか力があるのかないのか。あら。ああ、やっぱ好きになっちゃう。恋煩いら一緒になった。うん。ねえ。彼ら うーん。彼ら。おお見せたい。え、っていうか、水の上歩いてない。 何え精霊的なものが見えるえうわっえっなえっ何が見えてるえっすっごっ、うん、あらあらあっこんにちは <laughs> <ねえ笑>ああねあっ仲間入りしてる うわすごいきれいしずくちゃんには見えてるんだ。うん。うん。へ、え、ぇ、ー、あぁ。うん。諏訪よりしげ <laughs>、うん、あそうなんだ。 ああ。なるほどね。へえ。へえ。そうなんだ。ここがラストなんだ、でも。このじ、も、ま、う、あ、最後であり全盛期って感じなんだろうな。すごいな、この子。 うん,うーんもっと知りたいねワお光がさて なに塗りつぶしてるんなんだなんか書いてる。光んえカ高ジ ただよし。ただよし。よし 鎌倉来るんだ足利のものが何え見えてるもしかしてうんあら 一撃ああ勘がいいのかああまだ子供に見えてる尊氏にはマジ やばい。挟まれないってか、なるよね。挟まれるよね。鎌倉押さえたら。えああ、立ったんだ。すごいな。わ、すごい。ああ。補い合ってるんだ。 これも事実か多分、兄弟仲いいっていうのも。ん何な,な、なに、なになに,なに、見仏の絵を描いたえ、すごい悪趣味な何かな、なになんか、すごい嫌な、えうん、仏様じゃん。綺麗な。 入なに<何>えっえ床があるよね床はあるよね抜けてるわけじゃないよねん杉板え全部…えんどういうことえ,え ?WhatsApp? はん、あ。 何めっちゃいい笑顔だけど。やばい。ちょっと、笑顔が怖い人、この人以上に知らないかも。この人以上に笑顔が怖い人。え、何何見たの鎌倉。え、とりあえず、ただよしとやり合うことになるの何何誰か ああ、えっ、炭えっ、なにわっ、なにやばっ 1> 1年半を切ってんのかわいいうんそうよねしずくちゃんも私し方かわいいなうーんうーん知らないことがいっぱいだなあ蘇みってきたよかった 気がするんかい <laughs> うんうーんおぉ現代だ <laughs> うん あーあーそうかうんああそうか網目を張るようになるのか。 なるほどねそうか見えてしまうからかあれし何何何何えどおえちょっと待ってえ何えひゃだるこしていんだけどえ自然と起きるのこれ うん、あ,あ、そうか解明されちゃうのかそうか知っちゃ知りすぎたらうーん流れ 光る目がつぶれる <laughs> <おっ S 2> ああそういうことうん。 ナイスキャッチあらうんあーいいねんうんああうんあ巫女コ人形あやばいやばい <laughs> やばい。し、しずくちゃんがゴミを見る目をしてないか。<laughs> やばい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 。子供の教育に<笑><笑>あ。あははは自動で動くやつ。うん。これも。 うん、これも見えなければ、心力となっていた可能性がありますからね。うん。あー、なかなか深いことを言ってるなああー、なるほどね。あー、ある種、言っちゃうと、 歴史の特異点的な部分なんだろうなここが、だから言っちゃう、ねえだから、不可思議で済ますことのできる時代の最後の、本当に最後の時代ではあるんだろうなだから、どう着地するのかわかんないね。今だって確実によりしげはだって未来見えてる段階なのに若さまがね、 あれしてるから、未来変えようとしてんのかな的な印象を受けるんだけど、それが許される時代でもあるのかなっていう感じでもあるのかな言ってしまうと。だから、史実に繋げなくてもギリ許されるのかなどうなんでしょうねうん、なかなかちょっと読み切れないところではある。あー、でもかなり深いな、今回。ちょ何回も見て噛み締めたくなる回だな。いや、でもちょっと、高氏はやばいって。ちょっと。高氏はやばいよ。 うん。高じはやばいし、あと、あの、若様は一応変態のカテゴリーに属していいと思います。どこどこどこどどどこどんどんどん。どん。いざ、死にたがりと逃げ上手。死にたがり わわけで見終わったわけなんですけれどもなるほど、なるほど、なるほど。かなり深い回だなっていうのと同時に、見えないものに対する、ね、向き合い方みたいなものが改めてこう描写されたというか、言及されたよね。多分これ、よりしげ見えてんだな、今の未来。やっぱり、見えた上で若さまに行動を起こさせようとしてるわけだよね、言っちゃうと。だから、未来を変えようとしている可能性がある。うん。 はっきりと見えてしまうことにより弊害的なものがさ、描写されたわけじゃん、見えてしまったらそれは心力ではなくなってしまいますからっていうところ。見えないからこそあると思うことができるっていうところで、うーん、見えていない未来に向かおう向かおうと、今一生懸命時代を動かそうとしてるんじゃないかな。 それこそ、まあ、ちょっと別作品で申し訳ないけど、まあ、ワートリのジーンさんみたいな感じで、あの、こう、未来がどう転がるかっていうのをもう、こう、息を吹きかけて、この、パラレルワールドにこう、やろうやろうとしているような段階を、今、よりしげも行ってるんじゃないかな。うん。だから、<laughs> だから、 これに関してはどう着地するかわかんないっすね。史実だったら確実にだって若様やられちゃうでしょうん。で、どういう末路を辿ったかわかんないんだよね。でも、やられたらさ、あれなんじゃないの若様の墓、あの、エンディングに映ってる若様の墓って結構最近見つかったんでしょ亡くなったって言うならさ、若様さ、あれなんじゃないの若様がはっきりやられたってなってるんじゃないの高氏が若様を撃ち取って、 さあ、あの、武功を上げたっていう、だから、北条の反乱を高内が防いだっていう歴史教育ではないけど、日本史とかでは習うんじゃないの言っちゃうと。ね鎌倉幕府から室町に移る際に、一度ね、南北朝時代っていうのに、北条時行っていうのがいて、北条時行っていうのが、まあ、高内にね、もう、鎌倉を取り戻すために、もう反乱を起こしたんだけど、高内がね、無事鎮圧して、さあ、室町時代成立だよっていう、そういうなんか教育がされててもおかしくないと思うんだよね。僕、文系だから少なくともそこら辺は言われても、 おかしくないけど知らないっていうことはそうじゃないってわけだもんね。時々の戦子がどこで行な、何時々がどこで亡くなったかっていうのがはっきりしてないのかなだから、ねえ、だからあの墓が最近見つかってこの今世まで逃げ切っていたんじゃないかみたいな風に言われてるんじゃないのだから、はっきりしてない部分をどういう風に描写するかは、 ほちとら次第ですよって言われてるような感覚なのかなうん。だから結構悲観的にこの物語を見ていたんだけど、そんなことをしなくていいなっていうような、改めて作者さんからメッセージをいただいたような感じがありますね。うん。結局のところバッドエンドなんでしょっていう風な考えじゃなくてもいいと思うし、未来を変える可能性は全然あり得るっていうのが改めてこう展開されたよね。目に見えるようになってしまった。けれども目に見えない今ならそこら辺がこの心力の力で変えることが許される最後の時代ですよっていうところなわけじゃん。 うん。いやー、これはちょっと気になるなー <laughs> 前半のさ、雰囲気と、後半の知りやすさが全然違うわけなんですけど。<laughs> もう前半はもう完全に若様、ま、ド変態ルートワンツーボンゴだったんだけど、まあ、若様は変態ですよ。<laughs> 似合いすぎてるな、でも。<laughs> あの、あの無知でこうやってる姿の若様が。似合いすぎていた。<laughs> ま、逃げることにね、あの快感を覚えるド変態っていうのはもう間違いないので。 <laughs> あなかなかになかなかにっていうところでいろいろ思うところがあったけどあやこちゃんがすごい顔してたなあやこちゃんがもう <laughs> もう簡単作画を超えた作画になっていたし、うん、いやでもまあさすがにびっくりするよね若様がもう2コックを着せたわら人形を持ち運んでいたら「若様何する気?」「若様何する?」「若様目覚めちゃったの?」って思っちゃうよね。<laughs> あそこで働きたい。あそこで働いて僕も見守りたい。<laughs> 僕も諏訪大社で働かせていただけないでしょうかあの時代の。僕も若さも見守りたいでございます。うん。面白そうだよね。でも、だからこそ、今を楽しく生きていきましょうよっていうことなんだろうな。よりしげは多分見えているからこそ、何をこう、死者選択して若さまに伝えるのかっていうのは、かなりケアしている印象があるな。かなり深く深く考えている印象がある。うん。目に見えないからこそ怖いっていうのは分かっているからこそ、やっぱり未来見えない。 ない気になったらちょっと恐ろしくなってしまったり過剰に心配してしまうっていうのはそこではね何が起きてもおかしくないっていうのがあるからうんある程度見えてればそのルート通りにね色々いろいろとこう移すしたりその未来を叶えないように動けばいいだけの話だから。 ああ、なかなかに、よりしげの解像度が上がって見えるなっていう雰囲気ですね、今回の話は。しずこちゃんも気になるね。ああ、あれが見えるっていうことなので、まあ、そういう特殊な能力ではないけれども、そういうね、特殊な形質を持って生まれたミコ的なミコ的性バリタカの子っていうのも多分あの時代には生まれてたんだろうね。今はもう全てが科学で解明され始めている時期だから、ねえ、やっぱり、幽霊なんていないよ、科学的にありえないのさっていうのが、もう、もう通説な世界だから見えないけど、 多分そういうのが全くない時代に見えてるっていうことだって絶対あると思うからね。若いからこそっていうのもあると思うよ。うん。 ああ、なかなか深いなーでもいいなあ、いう世界は僕はすごい素敵、素敵だと思う。素敵な考え方だと思う。しずくちゃんのこの神秘性にも触れられて、今回はかなり満足度の高い回だったし、ふぶきくんは相変わらずお腹をすかせていたし、<laughs> ああ、若さまのね、しっかり面白いシーンも見れて、面白可愛いシーンもめちゃめちゃ見れて、僕はすごい満足だなっていうところなので。さあ、次回逃げたがり逃げたがりじゃない死にたがりと逃げ上手ってことなので、また誰かと出会うんじゃないかどうなのか、次回どうなっていくのか注目していこうと思います。以上、逃げ若でした。バイバイ。